ちゃんです。お願いします。なんちゅう芸名。本名です。本名。本名海の精みたいな浜辺の美しい何ですよすごいこうなってくれたからよかったですそうそう頑張ってやる気あんのかよこれやる気はちょっとこんな誰だってできるじゃんとレッスンなんかしてなくてもちょっともう俺一回手本見せるわ一回ちょっと構えが構えですかさっきだらっとしてるからねさっきよ最初最初だよカニカおいいねよかっただいぶやる気がよかったよかったミュージックスタートおおいいよおおいいよ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 おい戻りなさい。いやよかったよ。前より踊ってねえじゃねえか。どちらなんだっけ？石川県です。石川か。何歳の時に東京来たの？高校1年生の入学時に。はい。親は？寮なのでお家の方は石川です。あそうもう。お家の人は石川。寂しくなかった？だってほら東京なもう。いや私はなくてホームシックにもなんなくて。おそう。向いてるのかなこっちの方がって東京に、はい、どういうとこに遊びに行ったりすんの今とか友達とあんまり遊びに行かないのですねなんでえ友達あんま遊び行かないの街に買い物行ったりはしないのしてないですねまだそのしてないの原宿とか渋谷とかおえ原宿渋谷も行ったことないのまだないですこれ気になりはするんですけどあと一歩が踏み出せなくていやいや原宿ってすぐ行けるで別に行けるよやっぱ決心決めないと何が怖いの原宿行くのがはい君あの一言だけ言えんの東京向いてないと思うよお友達何人ぐらいの学校の友達は2人ぐらいで2人で連絡先持ってるのは女子高生とかカラオケとかも好きだったりするでしょ、うんカラオケだと一人では行きます。一人カラオケ。初めてバイトに経験なくても夢はでっかく。バイトリーダー。バイトデビューは今日のテラセ日本はソフトボールの藤田大和選手です。テラセ日本2020年の藤田大和さんの目標はオリンピックの魔物に勝つということで照らしていきたいと思います。ぜひ見てください。照らせ日本はじゃん。これです。車椅子フェンシングの桜井杏里さんです。2020年東京パラリンピックの目標は世界女王のと決勝で戦うことです。なんと絵がすごくお上手です。照らせ日本。本物デイリーです。そうです。ミヤちゃんリラックス。わあちっちゃい可愛いな。気持ちよさそう。見てるだけで気持ちいい。やってほしい。こっからだよ。こっから。痛い。先生どこ悪い？ちゃんと痛い。いいか。揚げ物ばっかり食べてるから。そう油分ばっかり食ってるから。痛いです。これ力強いから全部痛いとかそういうことじゃなくて。これだからね悪いとこは痛いんだよね。いいだ大丈夫ですそこはここは頭です頭大丈夫よかった頭大丈夫そういう頭じゃないか頭痛とかね勉強ができるできないじゃないから痛い痛いですそこは腰です腰か腰か痛いですありがとうございますもう大丈夫ですギブアップでお願いします全体的にちょっと硬いですねこれちょっとほぐしていくとまた全然違ってくると思います特にどういうところが一応あと腰はい。ちょうど今腰がすごく痛くてああそうなんだ17でちょっとやっちゃったかでも汗ばんでるもすごく熱いですどうだったこうやってみて楽しかったです楽しいかじゃあ先生もっと多いですって身のモノマネをちょっと披露していただきたいです。やらせますそれ。見せすぎちゃうと
構大事なシーンなんで僕は止めますから俺がちゃんと止めるからじゃあこちらに向かってお願いしますいいですはいこの僕人が的な人という字は人としてはもしかしてよろしくお願いしますお忙しいで忙しいの、もうしょっちゅう出てるもんねもういっぱいお邪魔してますね、でまた17言うから驚き、どうなんねん20代もう倍々に行ったらね学校も行ってるの行ってます大スケジュールで学校は制服なんですか制服ですいや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 ちょっとそれ言うのは岩尾らへんが言うねんでもすごく岩尾さんとコメント取らないよ俺はほんまに見たいけど抑えてたんや例えば学校のちょっと休憩の時間とかってどんな風に過ごされてるんですか、うん、私寝ちゃうんですよあこっち系の寝方なのそっちです こういうこっちどこ気あるじゃんだって俺だってよく寝てたからわかるよいやいやこっち系だと起きた時にちょっとこうできないいやでもやっぱ下に行くあやっぱ こうやって寝るんだこう行く顔上げる前に確認できるからね当てとるなと、はい、確認せずこう手を手で手で消してんの噂話、うん、現場の噂話とか女優さん、うん、あの女優さんが実はこうらしいでとか本人から聞くとまあ恋バナとしてワクワクはしますけど、うん、噂は結構信用できないと思っちゃいますね、一番こう何でも喋れるっていう友達は誰なの？あの川栄李奈さんおお可愛いじゃん、はいはい、結構何でも話し合う感じのそうですね現場も結構一緒だったことがつながってて、うんはい、聞きますね、じゃあ川栄の恋愛事情とかも分かってるんだあ一回聞いてるなこれは聞いてるな下手やセントフォースなんかやったら絶対あれやろあの人なんか野球選手と付き合ってるらしいねとか聞くやん、うん、たまに聞きますね言われてるかもしんないよいやいやいや私は心配はないですけどでもいやあの人でもあの人と付き合ってたよねとか入り乱れてるでしょだって三遊間で行っちゃってんのみたいな楽屋とか行って挨拶行って怖い人とかいる？こあのすごい顔が怖いとかじゃないですけど、うん、後藤さんとか意外とやっぱ早めに済ませた方がいいんだなっていう空気は感じてます出ました。出た出た出た怖い怖い。いやそんなことないよ。おざますって言うやろ俺。おはようございます後藤です浜部ですはいっつって。ああ終わらせる感じね。もうそういうシステマチックな感じになってんのよ。ほんならザキヤマさんとか挨拶行ったらどんな感じ？いや普通でしょ。あ本当に浜部みなみと申します、ね、お願いします。あどうも山崎よろしくお願いします。ぐらいな。いや俺と一緒やん。いやじゃあお願いします。とかお願いします。そうそう。うん。あお願いします。多分。楽屋横やから聞こえてくるけど食い気味にもう終わらそう終わらそうっていう感じ出してそう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 お願いしますよろしくお願いしますお願いしますいや病気怖いのやっぱり世の中にもし権力を持ってなんか自分が作りたいルールってあります？高校卒業して映画代が高くなったんですよ。1100円から1800円になったので、はい、私だけ映画代900円とか、うん、しかもだけなんだあみんなにしてあげたわけないんだねあそうそうだなうん仲いい人はい、まずは公開初日おめでとうございます。皆様に一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。浜辺美波さん、先ほどの件も合わせてぜひはい、お願いいたします。いや、本当に皆さん申し訳ありません。あ、こんにちは。はじめまして、モンジュロです。これからみんなで頑張ります。ミュージックスタート。洗濯ならしている洗濯ならしている洗濯
は文十郎が料理当番です。光る光るぜ光るそば。何の歌それ、うん、引っ越ししたら光るそば。何の歌。引っ越ししたら、うん、引っ越ししたらどこも光り、我々は文十郎だ。無駄遣いはほどほどに。